このコロナ禍の中でなかなか音楽イベントもろもろのイベントが中止になる中で、まあ、今回は非常に画期的でまた挑戦的なイベントになります。水面の音という本栖湖、富士山のお膝元である本栖湖でカヤックに乗りながらライブを見るという、まあ、そのような大自然の中でソーシャルディスタンスも完全に完璧に整っている素晴らしい空気の自然のもと芸術を鑑賞するというイベントです。そこに至るまではかなり大変な過程があったということです。方々に許可を取ったりまた富士山の麓ということでなかなかまた特別な許可を得なければいけないという状況の中での開催までこぎつけました。あとは天候ですね。一般の方がカヤックに乗ってということなので陸上で落ちた時の対応等も準備して、安全第一で行います。どうなるでしょうかね。撮影班や警備のスタッフの方々もカヤックに乗って湖の上で安全を守りつつ楽しむというこんなイベント私は聞いたことないですが今回は陸上スタッフということで関わります。本部前からでした。これ一応ここに溜まったものが垂れてこないようについてるのでその側に自分の手の外側に、こちらでここをスタートして全体の。2人ともちょっとこっち見て。ブレーキの場合は右右。でね、彼ね、カゴが。